皆さんにですね来ていただいて、おりますので お話を早速伺いたいと思います。まずはラモス選手と柱谷選手、よろしくお願いします。いやー、今年 J リーグ2年目ということなんですけども、でもラモス選手にとってはもう読売クラブ時代から通算しますと18年目ということ で、ね、もう緊張なんかしてないんじゃないですか。してないですよ。もうしてない。してないです。もう余裕ですか。早く試合やりたいだけです。あー、やっぱり試合の前日になってくるともう、あ、今こっち、今ラモスさん映ってるんですよ。若いなぁ。これそうですよ、もう。17人目の試合だから。これはもう、これは先ほどね、去年ですよね。つけてるね。いやでもなんかやっぱり貫禄がね、出てきましたよね。もう相手の選手はもう本当にラモス、ラモスという名前聞いただけで、ふってビビっちゃう。それぐらいのね、存在になったんですけど。またあいつかっていう感じで。そんなことないですよ。柱谷さんは、今緊張は、少ししてますけど。少しですか。大ベテランで、そんなの大ベテランで早く相手の足に削りたいな。フェアプレーで今年はフェアプレー。お、なるほど。今年フェアプレーでいきますわ。今年ですか。去年はだいぶエキサイティングなプレーが多かったと思うんですけど。そうですね、僕は少なかったんですよね。周りはなんかエキサイトしたみたいで。周りはね、いろんな問題も起きましたけども、ちょっとみんな冷静になるよって感じで。まあそういった面を含めましてですね。みんなっていうのは、みんなっていうのは、まあ、含まれてます。そうなんですよ。でもね、そういうことを考えますとね、今年のね、守備陣なんかもエキサイトしてね。そうですね、その司令塔のね、守備陣の司令塔の柱谷さんですけども、守備陣どうやってこう今回はエキサイティングな守備をしていこうと。まあ点を取られたりとか、そうした時に熱くなろうと。それが普通。向かったら熱くなろうと。それで熱くなって、まあ、冷静に。冷静にと。で、点取ってくれたらまた収まると。収まると。ということは、ね、点取り屋さんに頑張ってもらえないですね。頼むしかないですね。後ろにちょっとね、点取り屋さんがね、今いらっしゃる。ちょっと後で、後ほどお話は聞くんですけども。まあ、今年ですね、まあ、いろんな皆さんテーマがあると思うんですけども、まず、ラモス選手。今年自分に何かキャッチフレーズをつけるとしたら、はい、僕は心配に文句言わない。言わない。心配に文句言わない。それは確かに。確かに。できるだけ。やる。レフリーに笑顔で。笑顔で。笑顔で。こんにちは。こんにちは。失敗した時に大丈夫です、また次やりますからっていう感じで。そうですか。盛り上げていこうかなと思ってるんですよ。なるほど。なお本当に今柱谷、カプテンに言ったように、できるだけサッカーだけ集中して、あまりレフリーとかライズムのことはもう、頭入れとかない。あまり文句言わないように。文句ね、去年いろいろ文句出るようなこともありましたからね。あったけど言い過ぎだったね。言い過ぎましたか。今年はやっぱり私だけ、フェアに、フェアに、そうですね、パイマークさん含めての選手がね、だけじゃなくて監督とかね、そうコーチもね、フェアでいかないと。選手だけの気持ちでもね、グラウンド入っちゃうと監督さんやっぱり相手は待つまで行け、削ってやれとか言ったらもう困るんですよね。監督さんもコーチはもうみんな全体にやっぱりフェアでいかないと、選手だけじゃつまらないですよね。なるほど。じゃあ J リーグ全体がフェアでいこうということですね。そうですね。はい。そして、柱谷さん、今年のキャッチフレーズと。本当フェアに。フェアに。やっぱり、イエローカードとかね、そういうのはもらわないようにね、フェアに、そしてイコール全試合出ることになりますから、それでもうチームに貢献できたらなと思ってますけど。今年のキャッチフレーズ、チームに貢献できる男と。そうですね。いうことで、まあ去年も随分貢献してましたんで。それしかないんでね、僕の。地味なポジションですからね、なかなか目立たないんですけども、ぜひね、頑張っていただいております。明日から開幕戦ですけども、頑張ってください。はい、お願いします。どうも。はい、ありがとうございました。そして、はい、ありがとうございました。こちらの方にはですね、この攻撃陣と、そして最後の要であります藤川選手、そして、攻撃陣武田選手と北澤選手、おいでいただきました。よろしくお願いします。いやどうですか、今年のまず目標と言いますと、武田選手だとやはり得点王だと思うんですけど。そうです、去年の、得点の4位ですか、それを上回る結果を出したいなと。去年はね、話だと日本人では1位になりたいと。そうですね、去年は2位だったんですよ。今年はトータルで狙いたいなと。トータルで、はい、なるほど。トータルでも外人を、じゃあ外人選手を押し倒して1位になるってことですね。ちゃんとチャンスを決めればなるんじゃないですか。チャンスは結構いろいろ回ってきますからね。あれは全部決めていればっていうことですね。で、北澤選手は、すみません、イチゴ食べる途中。去年あのオフはなんかいろいろお店出したりとか、いろいろ大変で、調整の方はうまくいきましたか。バッチリ。バッチリです。今年はどうですか。まあ、去年より今年っていう感じで。
まあ、去年の、ね、J リーグの第一発目開幕の日もですね去年もまあこういう日がありましたね開幕前日っていうのは今年と去年比べますとどうですかその緊張の具合は去年のがやっぱあったですかね、うん、やっぱり去年は緊張した一回やってるから今年はちょっと楽ですけどね、そういった意味ではほとんど緊張してないって言っていいぐらいですかね、で藤川選手、はい明日スタメンということで、ね、久しぶりですね、そのひげもどういや、あ、剃りますこれは剃りますか、はい、テレビにねちょっと見苦しいんでね、これね嫌だったんですよ、俺本当に、それやっぱり剃ってテレビもちろん剃りますいいように、はいまあ、明日はまあ PK とかになったらPK には強いと思いますんでいやいや、別に PK にならなくてももう全て止めるつもりでもう調子もいいんで、なので、そうですか、今年自分にキャッチフレーズをつけるとしたらどのようないや、もう常に安定したプレーを心がけると、毎試合それだけです。そうですか。はい。わかりました。で、北澤選手、今年自分にキャッチフレーズをつけるとしたら、まあゴールも狙うって感じですかね。去年、ね、はい、チャンスあったんですけど、6点だったから、割とそういうので、まあ、カズさんと武田さんが取ってくれたけど、こう負担かけてしまった部分があったんで、2桁ぐらい取ればもっと楽になれるから。加賀井俊一さん、はい、すいません、はい、なんか松本育夫さんがですね、はい、みんなは緊張してないみたいだけども明日本番になったら緊張するに決まってるんだとおっしゃってるんですけどもね、どういうもんなんでしょうね。どうそうですよ、明日本番だったらどうですか。いやね、まあ今は緊張しませんね、これ緊張したらいい選手じゃないですよ、はい、明日ね、グランドへ出てウォーミングアップ始まってね、ゲーム始まって最初のボール触るまでは緊張しますよ。あ、そうですかね。それがなかったら嘘。どうですか、ラモスさん。そう言ってますけど。言ってるよ。全然来てないんだから。違いますよ、ラモスさんは。やっぱり、いや、その辺がやっぱりちょっと年取ってるから。もう18年目ですからね。カリオカー。カリオカー。はーい。何食べたの？今日、イチゴ。イチゴと。カレー？カレーじゃない。シャブシャブ食べたけよ、シャブ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 食べたの、ね、怪我大丈夫、怪我大丈夫ですよ、明日はたくさんありますよ、えたくさんある怪我、それは怪我ですよ、じゃなくて筋肉です筋肉、怪我怪我、はい、ネタ決まってるんですよ僕の中で足の怪我ということなんでございます。あらあらあら、はい、